町の人たちも大抵は新しく外から来た人たちでした。それでもある日、博士は小学校から頼まれて、その行動でみんなに向こうの国の話をしました。お話が済んでから博士は校長さんたちと運動場に出て、それからあの拳銃の林の方へ行きました。すると若い博士は驚いて何べんも眼鏡を直していましたが、とうとう半分独り言のように言いました。ここは少し